よろししくお願いします桐谷さあ本日も本当に素敵なお召し物でいらっしゃってあ今日の,あのお衣装のポイントなど教えていただけますかそうですねあの、まあ、ガーデンパーティーということでそれに合うような白いドレスを選んだんですけどこのスリットとかが夏らしさを 出しているかなと思ってます。はい、もう桐谷さんのね美しさがより一層輝くような夏らしい素敵なお衣装でいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではどうぞおかけください。はい。さて今年はちょっと梅雨明けも早くて、もう暑い暑い夏が長く長く続きそうというところなんですが、うん、桐谷さん今年の夏やりたいことですとかあと行きたいところなんかはありますでしょうか。そうですね。やっぱり。うん ホームパーティーとか、はい、ガーデンパーティーとかうーそういうのはやりたいですね。いいですね、気の置けない仲間とにやかにゆったりと過ごすホームパーティー。はいはい、で桐谷さんあの、お料理もねいろいろとされるというふうに伺っているんですけれども、ホームパーティーでは例えば、どんなお料理なさいますかそうですねあの、メインになるものは、はい、結構あのケータリングとかお願いすることが多いんですけど、えー、そこに。 あの季節のフルーツを使ったサラダとかを作るのが好きで今の時期だとキウイを使ったものとか、うん、もう少ししたら桃とかはいいですね、はい、食物繊維と酵素たっぷりビタミンたっぷりで <laughs> そうですね、はい、桐谷さんにもねすごく似合うお料理ですよねそんな時にはちなみにどんなお飲み物を合わされたりするんでしょうか結構みんなでで持ち寄りで あの持ってきてもらってっていうことが多いんですけどワイン系が多いかなとは思うんですけど、はい、でもやっぱり最初の乾杯の時には、はい、シュワシュワしたいですよね。シュワシュワいいですねテンションが上がりますねはい盛り上がりますよね、はい、桐谷さんにも氷を入れてお召し上がりいただきましょうありがとうございます <laughs> はいでは今スタッフから桐谷さんのお手元に手渡されました 綺麗ですね。綺麗ですよね。夏らしくてとっても可愛らしいシャドンガーデンスプリッツです。では桐谷さん早速お召し上がりいただきましょう。いただきます。<laughs> うん、いかがでしょうか。あすごく香りがよくって、はい、でも後味がすっきりとしていて、 飲みやすすすいいいででねうーんよかったた、ね、に召しててだけビターズがブレンドされたこのシャンドンガーデンスプリッツスパイシーな香りとともにオレンジの豊かな味わいを楽しむことができますカルダモン生姜、シナモンなどのスパイスやハーブが新仕されているのでビターオレンジと相まってすっきりとした甘さと繊細な苦味のバランスがいいですよね。すすごくく飲みやすくて 美味ししいいいですよかったですすすかかっった氷とととと入れててて飲むというのもとっても夏らしくて新鮮かと思いますヨーロッパではアペリティフとしてレストランのテラス席で飲まれることも多く高い人気を誇る定番カクテルスプリッツなんですがこんな風に氷を23個ほど入れていただいてお昼下がりそれからお食事の前なんかにもオープンエアでピクニックバーベキューテラスパーティーなどでお気軽にお楽しみいただけそうです。 一般的に知られてていいるススリリリッツはスパーークンン、ングワイン炭酸水、オレンジリキュールが入っています。自分で作るのは非常に難しく使用されているリキュールの糖分は高いものが多いんですがそんな中で今回シャンドンから出たガーデンスプリッツは作る手間がなくただ氷を入れて注ぐだけそしてなんと糖分も通常のスプリッツの半分なんです。 めっちゃいいですねそんなガーデンスプリッツ氷を入れて飲むスパークリングワインで従来のスパークリングワインとは一味違うオリジナルの飲み方を提供しているんですが桐谷さんにも何か自分だけのオリジナルのルールやこだわりありますでしょうか、はい、そうですねあの夏になるとやっぱりこうやって冷たい飲み物を飲むことが増えるので、はいはい、なんかそれ以外の場所足元とかは、うん 温めてあ<ー>、あまり体を冷やさないようにして、はい、温かいのと冷たいのの寒暖差を楽しむ。なるほどですね。そこでうまくバランスをとって、ね、はい、まあ、これもね、とっても素敵な美のこだわりだと思います。さあ、そして、夏といえば、夏休みも間近の方、多いと思うんですが、桐谷さん、夏休みのご予定はすでにお決まりですか？<laughs> まだ具体的なことは。 決まってないんですけど、でもやっぱり夏なので綺麗な海を見に行きたいです。あ、いいですね。今年はね夏もすごく長くて、うん、暑い夏になりそうなので、海辺でこういったねカクテルなんかを召し上がっていただく。あい、ね、そうですよね、はい。ぴったりかと思います。こちら六本木東京ミッドタウンでも夏休みのお出かけイベントとしてシャンドンシークレットガウシークレットガーデンミッドパークラウンジと題しまして。 明日7月15日から8月28日までの45日間にわたりポップアップラウンジを展開しますまたイベントプラットフォーム PTICS では VIP 席の予約を行っておりますガーデンスプリッツを使用した夏にぴったりな爽やかなカクテルとともにオメガ3脂肪酸を豊富に含んだ BBC ポーク豆腐缶、MCT オイルなどを使用し シャンドンのフラッグシップ商品であるシャンドンブリュットを注いで完成する大人のシェービングアイスなどがお楽しみいただけるんです桐谷さん本日桐谷さん第1号のお客様としてお越しいただきましたまお越しいただいてみていかがでしたでしょうかあの本当に都会のオアシスっていう感じであの東京タワーも見えて高層ビルもある中で、はいはい、こんなに なんで緑に囲まれてゆったりゆったりとした時間が過ごせるところはすごくいいな夏にぴったりだなと思います、ね。そうですよね。とってもこうインテリアも可愛らしくて、いいでおとぎ話の中にいるようなはいそんな素敵な空間となっています。えさて先ほど申し上げましたいろいろお料理もあるということなんですけれども、えー、ヘルシーフードをかなりね女性のお客様を意識したメニュー開発を行っております。 桐谷さんお料理もお好きということで、はい、健康や美容を意識したお料理などお家でも心がけていらっしゃるかと思います、はい、その一方で女優モデルとしてもご活躍そしてお母様奥様としてなど、はい、いろんな側面を、ね、持っていらっしゃってお忙しくされているかと思うんですが。 あの先ほどねお召し上がりいただく前にも聞いてみたいとお伝えしたんですが桐谷さんの魅力の一つである自然体ナチュラルビューティーさすごくね目が止まるんですが日頃から意識されている美そして健康そんな秘訣はありますかうーんとそうですね食べることはすごく好きなので好きなものを食べるようにはしているんですが、はい、でも特に。 旬の食材っていうのは取り気をつけて取り入れるようにしていてやっぱり旬のものって一番栄養価が高かったり、はい、あのすごく美味しさが凝縮されているので、はい、そういうものを使って。 お料理はしていますね。なるほどですね。まあ、異色同源という言葉もありますからね。食べることは体に直結しますし、ひ、はい、いては心にもね、つながってきますよね。そうですねはい、自分自身、内面からも見つめる時間を持つこと、とても大切だと思います。程よくオンオフのバランスを取りながら、ぜひ私も見習っていきたいと思います。<laughs> はい、はい。さあ、まだまだね、お話をお伺いしていきたいところなんですが。そろそろお時間がやってまいりました。 桐谷さん、最後に皆さんに一言メッセージをお願いできますでしょうか。はい。桐、え、谷、ー、この夏にぴったりのこの素敵な空間でぜひこの爽やかなドリンクとともにあの暑い夏がこれから始まりますがあの気分をリフレッシュして楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。桐谷はい桐谷さん、ありがとうございました。 本日は、桐谷美玲さんにお話を伺ってまいりました。